お疲れ様です。今日ですね、バランス挑戦の映画発表されましたというわけで、そちらね、軽く紹介しようと思います。こちら、はい、ツイッターでね、カブトンさんがいつものようにまとめてくださってます。超見やすいです。概要欄に貼ってます。あざます。そして今回、修正は主に8枚ですね。まあ、環境強かったアチャフィニ、そしてディガーもね、まあ、ディガポイですごいいたので、まあ、下方があるよと言った感じで、まあまあまあ、下方なんですけども、フェニックスね、ちょっと死亡時ダメージが下がるだけなので、いや、そこなんていう攻撃速度とか、もうちょい他をね、変更なのかなと思ったんですけども、まあ、やや下方といったところで、まあ、来シーズンもね、全然強そう。まあ、でも、フェニックスのせいで居場所がなかった、このメガゴよ。メガゴの攻撃速度結構速くなるのよな。1.6 から 1.3 っていうのはだいぶ速いと思うんで、まあ、今のフェニックスなんかメガゴになるだけっていう可能性もあるし、てかメガゴフェニックス両方強いかなって思ってます。まあそういったところだとマスケとか、また圧着衣もだいぶ強いんじゃないかなと思いますね。まあぶっちゃけアーチャーも衝撃だけなんで、全然今までのアーチャーよりは普通に強いかな。まあ今回が強すぎただけなんでね。そんでディガーも下方されますけど、まあいつも下方されます、こいつは。強いんで。てか替えが効かないんで、ディガーもウッドもね、どんだけ下方されても今後もね、使われるカードだと思いますんで、そこはまあ心配ないかな。ディガーはこのまま行き続けます。そしてゴルナイは強すぎた。うん。5だと。ダッシュ5だと弱えっつって、6にしたら強すぎっつって、まあ、今回間の 5.5 なんで、まあ妥当なんじゃないかなと。そしてオーブンね、ファイスピの出る間隔が早くなります。その分稼働時間は短くなるんですけど、普通にまあ今まで通り厄介。てか今までも厄介だったから、まあまあまあ、ちょっとね、いいんじゃない？いいんじゃない？俺は好きですけどね、小屋なんでね、だいぶ好きです。はい。愛してます。で、他にはまあやりゴブとアウトローといったところで、まあ、やりゴブは射程が伸びるんで、これ全やりゴブ系が伸びるっぽいですね。なんで、五分小屋も強くなるよね。めっちゃ強いかって言われても難しいところなんですけども。まあ、やり五分ちょっと増えて、アーチャー減る。かつ、五分小屋オーブン。幸せな環境が来るぞ、これみんなは。小屋で暴れるしかねえっていうのも楽しみです。はい、今すぐ環境変われ。まあ、そしてね、セットで五分試合も、槍がね、遠くから投げるようになるっていうので、前かな、攻撃速度も上がったんで、五分試合はね、強化ってきてると思うんで、だいぶ強そうな気がしてます。普通に五分試合フェニックスとか、五分試合メガゴとか、活躍できそうだなって感じがします。そしてアウトローですね。アウトローはなんか、ボーイも強くなって、ガールも強くなって、かつ、間が空く、ユニットのね、間隔が空くので、ライドラのね、感電だとか、そういったものも多分、しないんじゃないかな。あとはダックプリ、メガナイトの巻き込み事故とかもだいぶ減ると思うので、使いやすくもなると思いますね。しかもね、ちょっと前にアウトローも強化されてたと思うんで、まあアウトローだいぶ強いよね。アウトローと、まあ小屋はそこまでじゃないかもしれないですけど、メガゴ、アウトローメガゴはね、だいぶ強いんじゃないかな。ゴルナイ減って、メガゴも増えて、アーチャクイ増えて、ってなったら、アウトロー自体がね、ちょっと変わってますね。アウトロー枯渇、アウトローバルーン、アウトロー、まあなんでも迫撃とかか、結局強いんだね、あの辺は。といったね、環境がまあ来そうな感じですね。一応暫定版なんで確定ではないって感じかな。というわけで、まあ来シーズンも楽しみだな、ということでね。まあ今シーズンも気づけば多分あと4日ぐらいで終わるのかな。今週もあと1週間もしないで終わるので、ちょっとね、最後トロ上げしようと思います。メガナイトウォールブレイカー、やってこう。今期はね、今までの中では、だいぶメガナイト強い環境なんですよ。そんなので、まあせっかくメガナイト強い環境なんで、その間に使っとかないとね。来シーズンどうなるか分かんないんでね。さあやっていきましょう。メガナイトね、今はだいぶいい環境だと思ってます。はい、結構いいですね。弱点がまず少ない。まあメガナイトの弱点ってエレジャイとかだと思うんですけど、そのエレジャイにもね、このプリンス三着用アーチャーだと、まあ、フェニックスでもだしアーチャーが強いんで全然戦える。しかも、神相性のね、アーチャーデッキもいっぱいいるっていうので、結構ね、幸せな環境な気がする。てか、ヤナアメがなんかいいね、やっぱメガナイトヤナアメっていうのが。大型にもね、高回転にも幅広く対応できてる。ラバルだ。うわ、ユーの射程がバグ。まあ、ババかなんか買ってんの出てきそうなんで。さあ、いいっすね。ハイボザップなんだな。ラバだけど、ヤナメが入ってない。スケドラメガゴと。アーチャー強いんで。アチャゲも強い。ヤナメも強い。こういうのもね、今までのメガナイトオールベイカーだとやっぱきついんですけど、今のこの方だとね、だいぶ相性も良さそうに感じる。さあ、プリンスがね、ババですね。まあ、ババ回ったかな？わかんないけど。
もう出し毒です。はい、ケツプリ端前メガナイトまで正直やってもいいぐらいだな。ラバ展開してたらやってたけど、まあここはガバとザップか。はい、アチャクイはね、まあ出してもいいが出さなくても良さそうだな。ちょっとね形組んで相手にコスト使わせるか。墓石とババだけなんで陸が、いや、いい防衛が来そうだな。嫌がらせしていこう。さあ逆サイドも振っていく。結構入るんじゃね。いやー、だいぶいいダメージ入る。さあこれはもうガンガンいってね、削りたい。無視か。いや、 D が入る。これラバーをね溶かしちゃいたいな。延命します。でラバー溶かしてしまえばもうこんなんね、なんとでもなる。さあで U のとかでも適当に攻めて、もう D ガーで拾えばいい。ラバルも余裕で勝てるのがこのねメガナイト。今までのメガナイトだとね、やっぱ止まんないんですよね、重量級がなかなか。いやー強え。単純にアーチャーが強えっすね。アーチャーセパしとけばなんか攻めれるし守れるし、回転も速いし3コスだしみたいな。そしてメガナイト環境来てんな。今季ちょっと熱いっすね、本当に。メガナイトが強いと楽しいな。自分が好きなのがね、強いとやっぱ楽しいっすね。さあ、アイスイズ、ちょっとレアだね。いやー、言うのに先言ってたからガキにされちゃった。さあ、チエンスケラー。まあ、アーチャーいるからな。ぶっちゃけ近畿サービスみたいなとこあるんだけど。まあ、墓石邪魔だよなど。いや、打って。ナイトのサイクルね。アチャクイはね、やっぱベビトラとかに取っておきたい。ですよね、正直。さあ、アチャクイ強すぎ。これないとウォールブレイカーで引っ張ってもいいかも。もう一枚使わない。これさあ使わせる。宝石があるよと。まあ対遅延スケラーはだいぶ地味だな。まあ守って宝石を頑張って突破か。まあ、アーチャーいるから、だいぶ攻めてもいい気がしてるけど、今回の相手はナイトなんで、陸もしっかりしてんな。ダメージが通るのか怪しいけど。蓋してあげて、タゲさえ取られなければね。さあアーチャーがちょっと入ってる。めっちゃちょっとだけど。さあこんな感じで耐えていきたい。え、でかすぎる。で、アチャク今高めに出して、こっちに棒っぽい使わしたい。ギガアーチャーで攻めて、このアチャクイでね、すべて破壊したい。いやー、いいね。Z
てディガム削ってる。止める。いやーこれ止めたことによってもうここで攻めれる。めちゃくちゃ微妙やないかい。はい、まあでも端前でやっぱ止めたことね、だいぶ防衛が楽になるっすね。またアーチャーセッパとか、アーチャーセッパのこのアーチャーだけで守れちゃうからね。さあで圧着高め出して、もうこれ目できたら熱いよな。ちょっと苦しそうなんで、あ、アーチャーが、うちのアーチャー仕事しない、やばい、うちのアーチャーだいぶサボるね。さあでも相手もきつくなってきてんじゃない。お、入れたら終わる。あぶねー。さあ耐えてる。守れば勝ちだけど、めっちゃいる。守れば勝ち、はい、はい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 。といったところで、もうアーチャー1体いるだけでスケラ抑えれちゃうんですね。なんでもその瞬間にディガーで削って、かつスケラで受けるダメージよりもディガーでねちまちま稼ぐ方がね強えってやつですね。アーチャーいるだけでね。さあアス族だ、よろしく。YT ウォー、アーチャー引きてえな。アーチャー見えればまあ基本相性そんな悪くないですからね。エリポンが嫌っすね、あのじゃんけん目。エリポンだけは引きたくない。使うけど。さあスケキン、スケキンってねそんな使用率多くないし、デッキも分かりやすい。スケラかロイか、まあ2択っすね。スキラかロイどっちでしょうか。ちょっと嫌で壊すか。あー遅延、遅延スキラだ、またやん。また遅延スキラです。惜しいな、走ってそうだった。さあ遅延スキラはもうキング起動されたくないよのウォールブレイカーです。で今回はナイトベビーでもなくスケキンフェニーです。まあこっちの方が多いイメージがある、遅延スケラ。まあ残ったんでつなげるよね。おお、アイスビーズ走れ、惜しいなあ。まあボスギルんでね、プリンス当分出せないですよね。まあボスギ壊します。おお、後ろに行くと思いきや行かない。さあこの金起動は別にいいな。さっきだってノーダメージで行かれてたんで、そう考えたら優しいですね。かわいい。で相手はこっちにガンイムしてくるんで、サイド変えるっすよね。てかまあずっとガンイムしてくるだけなんですけど。
一生守ってる。楽しいのか。あ、事故りそう。んー、なんか事故ってる。右が入ってる。ラッキー。いや、マジ強いな、このデッキ。デッキの完成度が高いっすね。アーチャーが、まあ、全てを台無しにしてんだろ。さあ、痛いけど。痛いけどっすね。相手スケラプラスポイズン打たないと絶対ダメージ取んないんでね。アーチいっぱい出してあげて、この間に攻めてあげて。あ、それはうまい。なんか破裂で、あ、でもディガー入ってるっすね。この間にカツ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 。さあ、これはもう守って終わりっすね。いや、マジアーチャー強すぎて遅延スケラー噛み合いしようっすね。ジョバニーとキングダム、日本の方だな。よろしく。ドンだドン、クララ和解のドン。あ、世界大会のそれを持ってるってことは結構古参勢だな。これだ多分。世界大会、日本で行われた世界大会を観戦した時にもらえるやつだった気がする。枯渇だ。しかもスノテンプレ枯渇だ。珍しい。いや、来るね。来るね。守るんじゃなくて攻めるっていう覚悟が感じられるな、今のね。言うのを守るんじゃなくて、俺が今ザップだったらやばかったっすね。神ギャングだった。まあでも柳雨だったんでラッキーダメージ。さあ、今んとこダメージは勝ってるが、気ぃつけないと危ないっすね。コカッちゃんね、ウッド使ったんでオールブレイカーまでいきます。入るんじゃね。さあ、今回は守る時と場合でね。アチャクイは出したいが、なんか出さなくても良さそう。そんで相手がテスラとか置いてこないってことはインフェなんかなって気がしてる。まあ、ロケ打たれたら打たれたで、ダイバード取ってんの。さあ、延命してくる。これはギャングサイドだぞ。勝つん。いやー、SP 回す。一コスの使い方うまいっすよね。マジ危ねえ。てか負けそう。
なあ、ウォールブレイク入る。さあ危ないが勝っていく。結局これもアーチャーが強いだけなんで、ゴブリンバレルアーチャーで抑えられなかったら負けてるんで、コウモリとかだとまた変わります。アーチャーゲーです。しかもアーチャーの衝撃が次のバランス調整で下がるとなると、ゴブリンバレルの一人とかもね、もしかしたらいつもより一発入るようになったりもする可能性もある。ネッキ来た、世界最強来たと。サッカー界の一番 VS クラロワ界のトップ1000に入ってる人です。メッシメメメメッシメメメメッシ、メガハイト間に合え。ペッカタルババ、わかりません。ペッカタルババね、なんだろうね。ペッカラム、ペッカバルーン、スキラの香りがするっすね。こうなると、だな。いやマジなんかウィザードのペッカオーグ、ペッカスキラっぽいけどな。だいぶこれ陸気ないんだよな相手今んとこ。スキラ防衛とか、いやマジヤナメファイブの、まあ、ペッカスキラかペッカオーグだな。トルネはねえやろ。これプリンス祭りフェスティバル開催です。はい、一生カトゥンカトゥンカトゥン、あーエルキンのかよって感じですけど、でも一生プリンスのカツをね鳴り響かせることができる気がする。からのまあペッカがねいるんで、あーそれちょっと話が違う。まあ、フリーズじゃないのもね戦いやすいの、ヤファイブなの。全然ダメージ入らんまあでも相手攻められてもないし、相手がスケラなんでケツピー来てプリンスからのエレキウミディガー、これヤファイブ来るなってことは7コス使わせられるんで、ほんまか。さあ強すぎ、ペッカをね裂いたんでね、チンパンするだけいいね。やっぱアーチャーがいるんで攻めまくってもペッカの動きあるやんって話なんですよね。まあチェックイだけでもだいぶ溶かせますしね。さあメッシを倒したぞ。サッカーしようかな。いやーバーナーが可愛いな、おい。アートロやん。強化される。新しいバーナー見つけた。さあ、ゴブリンウッド。神相性の香りが。してる。アーチャー出てきて。マイティーも出てきて。フェニックスか。やべ。しちゃった。アチャフェニゴブなんか多いな、1個多くねえかな。モンク、ほー、あーロイっすね。なるほどね、ロイジャイです。これもうロイキタも許容してメガネットです。はい、鬼許容です。こんな全然ファイブボーイ、この後知らんぞって話なんですよ。はい、もう相手がめっちゃ攻めてきたんだね。ただカウンターをしただけ。
でもこのカウンターがただただ強いさ、左もダメージ与えとくと、やっぱロイチェって完封できないんでね、多少ダメージきちゃうんで、うん、1本折られる可能性もだいぶあると考えると、左のダメージここまでいってくるのはでかい。でアチャクイはもう急に弱い、アチャクイいらない、だからもう早めにフェニックスをしばく。消えない。さあしかも逆に来る、まあ、逆に来てもそういうこと同じですね、あの結局プリンスからの許容でメガナイト踏んでみたいな。あでも相手はさすがに右サイドを攻めたそうな気はしてる。あれ？お？あれ？危ない！耐える！いやでかい、これあのむしろめっちゃでかいっすよ、多分微妙残ってんだな。でかいかこれ、怪しいな。さあ入る、いやでかい、1本650なら大丈夫やろって思いたい正直。メガネとベンス組めば一発いけんかな。で組むだけ相手きついっすよね。さあしかも陸がこれちょっと足んないっすね相手。さあオールブレイカーも出して間をスルッと、おめでとう。まあ多分プリンスユーのどうなんだ、相性がいい、矢の雨で全て覆る、いいね。というわけでまた来シーズンだとどうなるか分かんないんですけど、ちょっと今の間ねメガネって強いのでぜひ使っておいてください。お疲れ様でした、またね。